Important moments are the important moments that connect us. キウ名古屋。皆さんこんばんは。5月7日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。やっぱりね、名古屋もね、もうかなりね暑くなりましたね。久しぶりに体を動かしたらね、滝のようにね、あの汗がね出てきてね、っていうのはもうちょっと体のウエイトが大きくなりすぎてね、汗の量も多くなったと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、ゴールデンウィーク皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか。お休みの人、お仕事の人、いろいろあると思いますけれども、味噌煮込みスキーは断捨離をしすぎて今日今朝ぎっくり腰になりかかって、とっても痛いです。味噌煮込みスキーと、この休み期間中ですね、今味噌煮込みスキーが言ってたように、実家の私の実家の方でですね、大規模な断捨離をやっておりまして、これがですね、まあ、私びっくりしました。延べになるんですけども、その総重量なんですね、総重量が2トンだった、うん、2トンのゴミを処分したダンサーズでございます。あ、ダンサーズは大丈夫なの？腰とか痛くなる？腰は痛いですよ。腰痛いですけど、だいぶ良くはなってきました、うん、あ、そういうことね。だいぶ良くなりましたけど、2トンという、うん、まだ聞いたことのないような数字を、うん、重いですね、やっちゃいまして、うん、びっくりです。はい、はい、ねえ、うん、いや本当にねえ、2トンなんですけど、いや、はい、違う、私ゴールデンウィークの間は大丈夫だったんですけれど、うん、なんかなぜか今朝から痛いんです。なんででしょうね。でも突然なりますから、ぎっくり腰は、はい、うん、ね、気をつけた方がいいですね。はい、はい、ということで、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは焦る、焦った。今夜のテーマは焦る、焦ったです。ツイキャスがちょっとテーマが違うテーマになっていますけれども、今夜のテーマは焦る、焦ったでお願いします。はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメント、リラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話
052-389-7817 東海共和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、ですね、皆様にですね、一つね、ご報告がございます、はい。本日よりね、税理士法人ベスタックス様がプレミアムスポンサー様になりました。ありがとうございます。パチ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 。あのベスタックスさんというと、はい、うん、ね、みさちゃんね、というと、私の匂いが一緒の方、うん、のね、会社でございます。滑り税理士さんとか言ってますけれども、うん、プレミアムスポンサーでございますからね。滑り先生元気かなありがとうございます。ありがとうございます。今夜もツイキャスたくさんありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばん、名古屋、名古屋、安さやかさん、コンビニ社労士、はい、こんばんは一瞬月曜日だと勘違いしましたが、無事に今夜も、あ、今日もリアタイできました、わらわら、ということで、ね、ヤスさんはリテールクリエイト社会保険労務士法人のスポンサー、うん、プレミアムスポンサーさんでもあります、はい、ありがとうございます。で、毎週金曜日21時から、うん、はい、ウィークリーコンビニラジオの MC もされて、はい、ております。はい、当時ヤスさんっていうね、お名前聞くとなんかドキドキしちゃうのよね。どうして、うん、なんですか。それはもうお分かりでしょ。いつかはね、ヤスさんのこの素晴らしいポン出しをね、出していただきたいなって、もうそれがね、希望でございますけど、なかなか出ないんですけども。あ、うん、そうそう、一つね、うん、この番組で出てない、はい、出ないですね。出ないです、ね、出ないです。出ないこの番組では出ないです。そうなの？はい、ね、はい、ありましたね。ただお蔵入りとはなってないです。なってないですよ、ね。ちゃんとあるんですよ。ただ、うん、出ないです。出すタイミングがね、なかなか取れないという。ずっとないよね、今。もう一度言います。出ないです。出ないの？はい、出ないです。出すタイミングはなかなかないですね。まあね、多分そのポン出し聞いたらね、はい、うん、メールなんかもね、ドキドキしすぎちゃってね、読めなくなっちゃうと思うんだけどね。お黙り。で、はい、スプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ツインクルちゃん、元ナナちゃんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ヤンポーさん、こんばんは。こんばんは。で、タカボさんが、うん、こんばんは、王子服着すぎではって。あー、そう、あ、そうだね、皆さん、あ、半袖だね。じゃあちょっと脱いでみよう。いや、今脱がらせてもいいんだけど。いいの、別にいいの、はい、この、ラジオのさ、うん、で、はい、中で服脱いだところでみんな見えないよね、うん、見えない見えない。いや、別に見たくないな、うん、見たくないの。ラジオだから見えないし、そもそもね、うん、ああ、そういうこと、はい、そうだよね。ヤスさんが、みそにさんお大事にということでありがとうございます。ぎっくり腰いやー、ちょっとほんと今日、まあ変な話ですけども、お手洗いで、うん、こう、うん、ティッシュペーパーを使いますよね。おおお、いや、なんかね、辛かったです、うん、あれ本当にね、どういう時になるかわからないぐらい、ちょっとしたことであれ、なんか、なんですかね、全然良かったんですよ、ゴールデンウィークの間。おおお、なんで今日、今朝になって急に痛くなるのか。もうね、予告なしですよね、突然ですよね、うん、
いやちょっとね治るのかな。あでもしばらくかかりそう。でも治ると思いますよ、ね、うん。高尾さん断捨離仲間ですねって。断捨離仲間？あそうなの、ね、で、沖縄大工さん、あれテーマ変わりましたということで、すいません間違えました、はい、あのテーマ戻しましたというか、うんうんうん、ね、テーマ変わってないんですけれど、ちょっとツイキャスの方のご案内がねちょっと間違ったようですね。焦る焦ったでお願いします。たかぼさん、トン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 日野のニトン、ほんとね、まあニトンだったんですよ ね、 あニトンでしたね。伊藤川さん、ビトン、あビトンになってる、ニトンじゃなくてビトンになっちゃった。 FMJG 新一さん、はい、こんばんは。ニトンってすごいですね、はい、何の重さでしょうか。何の重さ、まあいろいろですね。まあいろいろ。あのね、いろいろこう断捨離したもののトータルがニトンで、はい、タンスですとかね。はい。あとですね、ちょっとうん、告知ですけども、はい。この後ですね、CM が流れるんですけど、はい。なごみさんと、はい。はい。リーグラッツさん、はい。はい。新 CM が出来上がりましたので、あら。素晴らしい。うん、はい。そちら流れるようですね。楽しみです ね、 そ、 ですね。そしてですね、はい、先ほど申し上げました、はい、滑り税理士さんことベスタックスさんも、はい、プレミアムスポンサーで、はい、今鋭意制約作中ということでして、うんうん、はい、まだちょっと20秒のままになってるんですけども、うん、はいはい、完成が楽しみです。プレミアム枠に20秒を今入れてる状態です、はいはい、はい、ありがとうございます。FMJG 新一さん、は、FMJG さんですね、ね、素敵な、ね、フライヤーですとか、はい、ね、こちらのこの番組のね、ステッカーチラシも、あステッカーも素晴らしいの、王子ステッカーございますよ、ね、そう、このそのこのナウキアカレンダーも関係してるんですよ、うん、ねえ、うんうん、そうなんですよ、そうなんです、ちょっと私が頭で隠してるな、あ、うん、隠れてもいいかもしれないですなんでなんで、はい、はい、そして、カープボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。日野のに飛んで運んだ、ああ日野のに飛んで運んだ、うん、あれ日野でしたっけ、あれ日野じゃないね、あれはダイナでした、はい、ダイナでした、はい、はい、ということで、はい、ごめんなさい、沖縄大好きさんが、ああよかったってちょっとびっくりさせてしまったですね、しました、テーマ変わったのかと一瞬焦った、はまさに今日のテーマ焦る焦ったにぴったりな状況、ああなるほどね、そういうことだね、あれダンサーさん狙ってましたかね、あ、マジ、うん、いや狙ってませんね、ちょっとねが映ったかなと、あ 滑らせる、で、ヤスさんが今日が月曜日だと焦った、あ、うん、あ、滑ってますね。で、タカモさんがテーマが突然当日の番組で変わると焦るよねってやっぱり。失礼しました。そうだね。で、ヤンポさん焦ることは自慢じゃないけどない。あ、そうなの？え、焦ることない。すごいですね。もうね、ああ。焦ることないんですかね。あと強心臓ってことかな。いや、なんか私ん、ね、いろんなこと結構割とよく焦るんで、ね、ちょっとそのメンタルを分けてほしいな。はい、はい、あでね、高尾さんが飛行機に乗るとき、はい、突然搭乗口変更ですと遠い場所に案内されて、バスで皆様は機内までご案内しますとなるともうやだって、バス搭乗嫌ですよね、まあ、まあそうだ ね、 ねちょっとね、そうですね、ちょっとげんなりしますね、はい、じゃあ、はい、メールを、はい、はい、お願いします。ね、先週来てたメールが1つございますので、ですね、ラジオネームがねちょっとなくてわからないんですけども、はい、なかなかいい内容のメールでございます。はい、はい、お読みしますね、お三人様こんばんは。こんばんは。我が家のメス猫の猫山さんは普段もそうですが、寒い天気になると私の右乳だけを集中的に足踏みをしてきます。体重 4.2kg、 あら、右だけすると両方の形がおかしくなるから均等に左も足踏みしなさいと話していますが、聞いてくれません。王子どうしたらいいですか。ということはですね、この王子に尋ねてるということは、王子にいろいろ施術をしてほしいってことなのかな。んそういうこと、
どうしたらいいって、まあやっぱり均等が一番いいですけども、まあなんていうのかな、体操っていうの、なんていうの、こう例えばね、こうバストアップとかいろいろあるじゃないですか、うん、でそういうので均等になるようにこういうエクササイズ、うんうん、するとかっていうのが一番よろしいかと思うんですけども、ただこれを王子がしに行くってなると違う意味でね、うん、また叩かれますので、ね、お黙りってなっちゃうからね、うんっていうふうで、もしかしたらこうちょっとねラジオネームがございませんので、匿名さんなのかな、匿名なんですかね、匿名なのかな、内容が内容だからちょっとラジオネーム言えないんじゃない、うんうん、ああそういうことかな、うん、そうよそうよ、きっと、ね、これまあもしかしたらね、女性ならまだね王子もドキドキしますけども男性って場合が、男性か女性かは書いてないです、書いてないですね、だから男性って場合がございますのでいや、ね、まあ今はね、うん、あまりそういう性別に こだわらずに、うん、ねえ、まあ、そうなんですけどね、はい、王子どうしたらいいって、うん、出張しましょうかとしか言いようがございませんねはい、ありがとうございます、高本さんからイエローカード出てます、え、なんでなんでイエローカードねえ、じゃあみそちゃんの方から、ね、はい、メールいきますね、はい、銭形警部さんからです、ありがとうございます、焦る焦ったといえばスクラップ解体作業において、解体するものや状況によっては手こずって時間がかかり、スクラップ屋さんの営業時間に間に合わせていかないとお金に換金できなくなるので、そういう時は気持ちが必ずと言っていいほど焦りが出てきますの で焦りが出てきますね、ただでさえ多忙を極めすぎているので焦らずにいたいという気持ちなんですけどね、ということです。ういやー、なんかね、その断捨離をしてて、スクラップじゃないですけれども、はい、やっぱりこう仕分けとかして結構時間がかかったりして、確かに焦りました。その回収、そのね、持っていかなきゃいけない時間っていうのがやっぱりあるんですけども、まあね、自分の住んでる行政のところもね、えやっぱりそのね、時間、受付時間にその積み込みが間に合わないとかってちょっと焦ってしまってね、うんうんうん、ちょっと今この若干気持ちが分かりましたね、うん、いや実はですね、はい、まあ、ゴールデンウィークっていうこともあって、はい、同じようにですね、やはり断捨離してる人がいて、うん、その処分場に入るまでに並んだんですよね、うんうん、車だったんですけど、うんうん、30分ぐらい待たされる。あ、そうなんですかじゃあ皆さんね、そういう方がたくさんいらっしゃったってことですね、うん、結構それが、うんうん、午前の部と午後の部があったので、うん、午前の部のギリギリだったので、はい、ちょっとそれには焦りました。でもああいうところってあれだよね、うん、このお昼時間とかになるとこうシャットアウトしちゃう。そうなんです、ね、そうそう、お昼休み取りますからね、そうそう、そこに入っちゃうと、うん、もう待たされます。1時間もう何もできなくなっちゃうという、うん、ね、そうだよね、うん、そこにうまく、ね、はまっていかないと、ね、いけないと思うと焦っちゃいますよね。そうね、うん、はい、メールいきますね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです、ありがとうございます。焦る焦った、夏休み期間中に飛行機に乗るために羽田空港に行った際、空港駐車場に到着すると満車の表示で1時間以上待つとのこと、余裕を持って早めに出たのですが、さすがに1時間は待てないと頭を回転させて一か八か国際線ターミナルの駐車場へ向かい、なんとか駐車することができました。ほっとしたのもつかの間、国際線ターミナルから国内線ターミナルへの移動しているうちに気づけば搭乗まで30分を切っており焦りましたね。今年の夏も早めの移動を心がけたいものですね、ということです。そうだよね、そういう時焦るよね。いやでもこのゴールデンウィークもですね、実はね、まあ、セントレアとかでも同じことが起こってて、やっぱり止めたいけど満車になってて焦ったっていう人の話聞いたことがありますよ、うん、そうですね、うん、そういう時ありますもんね。なんか結局その人も遠い、すごい遠いところの駐車場に止めて、うん、なんかギリギリで焦ったって言ってました、はいはい、ね、うん、なんか臨時駐車場とかね、うん、あっても遠くになりますもんね。そうですよね、なんかその自分が考えてるより時間がかかるから本当に焦りますよね、うんうん、そうですよ ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。僕の焦ったエピソード、スマホをいじって目覚ましのセットを忘れてしまい、ベッドに横になってつい寝落ちする自分。あ、まあ、そういうことありますよね。気がつくと朝になり太陽が出たのを確認すると、あれ今何時、スマホを急かす自分は
これで遅刻だったらアウトだと、とりあえず急いで探すとベッドの隙間に落ちてるなんてこともあ困っちゃいますね、そしてスマホを拾って時間を見ると、寝坊せずなんとか早く起きれた時はほっとしました。ただこれで寝坊したこともあり焦ってギリギリ間に合わせたなんてこともありましたということでございます、うん、そうだよね、みんなセットしてる、ね、方多いですもんね、あれは何目覚ましね、のベルっていうのかな、あ、ね、うん、それを基準にしてというかね、うん、それを頼りにして起きるという方もいらっしゃいますので、ね、王子最近でもどうだろうね、うん、なんか早く起きることが多いんだよね、目覚まし関係なしに、うん、羨ましいですね、うん、ってことはだいぶいろんな意味で老化現象いやそう、まあまあいいんじゃないですか早寝早起きでなんかね、私あれですよ、もう目覚ましないと全然ダメですよ、なんでチンってなっちゃった、いや今ちょっとね軽くチンが出ます自分でやっちゃったな、カフボーイさんが、あ、そういえば先ほどのやつで、うん、大体わかるんじゃない、マスクマンさんのファンの女性ってなると老後の面倒を見てくれるあの方なるほど、あの方かもしれませんね、まあまあね、介護していただけるっていう、でもでも書いてなかったです ね、はい、はい、じゃあメールいきますね、はい、ジョージさんからです、ありがとうございま す王子ダンサーさん、みそにこみすきさん、こんばんは、こんばんは。焦るといえば今朝出勤しようとスクーターにエンジンをかけようとしたらセルモーターの回る音が弱々しくて全然かからない、何度やってもこれ以上やると完全にバッテリーが上がるというところで何とかかかりましたが、連休明け早々焦りました。やっぱりバイクも連休明けは辛いんだなと走りながら思った次第でした。そういうことね、わかります、うんうん、でもね、本当車もバイクもそうですけどね、うんうん、長いこと止めて後ってそうなんですよ、バイクってね、うん、やっぱりしばらく本当に10日ぐらいとか2週間、うん、開けると、うん、やっぱかかり悪いです、ね、車より悪いですね、あ、そうですよね、やっぱりちょこちょ こうエンジンかけたりしてる方してないとやっぱり動いてないってことですね、汚染されちゃうんでしょうね、うんうん、ねえ焦り、でも動いてよかったですね、よかったですね、うんうん、焦りますよね、あと、まあ、バイクの場合だとキックっていうのもありますけどね、あ、キックでかけるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、でもあれはしんどいと思いますよ、うんうん、キックは、うん、それこそキックしててぎっくり腰になったら困るもんねあれってね、乗る前になっちゃったら大変です、うんうん、はい、ありがとう、で、みぐれさんが、うん、腰が五月病なんですかねって、あえ、そうなの、さては、あ、さておきみそにさんお大事にはい、ありがとうございます、今現在はこう座っててもあれですか、なんか違和感あるような感じ、今こういう風にしてる分には大丈夫なんですけど、はい、何でしょう、こう中腰っていうかちょっとこう角度を変えると辛い、うんうん、ああ、うん、角度変えるとね、うん、このまま固定されてれば大丈夫ですけど、でもね、あれみたいです、ずっと同じ姿勢でいるとなんか固まってきちゃう、そう、それもだからいけないんですよ ねありますもんね、うん、いやー、今日はね、でも仕事はしなくちゃいけないから、うんうんうん、なんかもう辛かったですね、やっぱりね、しかなったの朝なんですよ、うんうん、なぜか起きて朝痛くなって、でもあれ、こう体を動かしてるときはこうだいぶこう筋肉がほぐれて動くようにはなるんじゃないですか、動いてるときはちょっと良かったですけどね、うん、やっぱりちょっとこう止まってまた動き出すとか、うん、あーってなりますね、うんうんうん、ね、硬くなってきちゃうからね、一番辛いのトイレですね、やっぱりね、あ、ヤンポさんが、うん、俺はぎっくり腰はないけど椎間板ヘルニアですって、いや、それそっちも大変ですよね、大変ですよ ですよね、ねえ、うん、お大事にしてください、うん、はい、お大事にしてください、はい、うん、はい、続いてですね、はい、お願いします、キューナゴの皆さん、こんばんは、牛のキューリンのバーバーです、ありがとうございます、朝日といえば、帰りが遅くて時間の決まらない夫の帰宅時間に合わせて、夕食の下ごしらえをしていますが、思ったより早く帰宅してきたとき焦ってしまいます、あー、旦那さんが早く帰っちゃったときね、帰ってきたっていうことだね、沖縄にいたときは、夕食の、品数は少なくて、ご飯、味噌汁、炒め物プラスサラダでもあればごちそうでしたが、東海地方の習慣なのか夫の実家だけがそうなのか、おかずの
品数が多くて共働きしている私としたら、重荷です。帰るコールが来たら大急ぎで、ご飯作りですが下ごしらえしていますがいつも焦っています。主婦の皆さんはそんなことはないですか、iPhone から送信ということでございます。はい、まあ、そうだよね、パパがねもう帰るよって言ったら、まだ何もやってないけどどうしようみたいな、ね、ちょっとね予定より早く帰ってくるとたあのなんですこう逆算して大体作るじゃないですか、うん、出来上がりの時間を、うん、だから予定がちょっと変わって合ってなりますね、うん、確かに、まあ、まだちょっと出来上がってないみたいな、うん、でもねそういうふうに考えるはね、まあ、お母様方本当にねいいお母様方でございますね、まあ、王子のうちとしてみたらですね、はい、うん、もう何もそういうあれがなくてですね、まあ、遅い時間が多いんですけども、今日は早くならないったらねそんなこと言うなというふうにね、うんうん、いつもの時間でいいだろうみたいな感じですから、うん、あもすもなく却下されるんですけども、うんうんうん、ということはまあ、うちの、ね、一番お偉い方なんかはもう、はい、自分のペースで、うん、ね、うんうん、で王子の言うことなんか聞きませんってことでしょうね王女様は動じないんですね、うん、全然ですね、うん、何をおっしゃるのみたいな感じでもう王子が早く帰ろうが遅く帰ろうが関係ない、ね、いや関係ございませんね、うん、なるほど、何も手つかずでいてね、うん、あれ今日ちょっとねお腹減ってるから早く欲しいなっていう場合がね、でも、うん、それを、ね、うん、それを言ったらね、うん、あんた何を言ってるのみたいなそういう感じですからね、うんうん、焦ることもなくマイペースでございます。されてないってことかな。まあそうでしょうね、うんうん、今日もですね、うん、宮殿の中どなたもいらっしゃらなくて、うんうん、ただ単に、ね、なんか彼が置いてやるっていうぐらいの感じで、うん、あとは全部私にね、自分でやってきましたけども。彼どうしたんですか。で彼ね多分昨日のが残ってたと思います。あ、昨日食べてないんですか。昨日食べてないんですよ。あら、どうして、うん、また昨日はね、ちょっとその彼の気分じゃなくして、はい、お茶漬け食べてましたんであ、あなたが、うん、お茶漬け食べてましたんで。あ、彼食べずに、うん、なんかね、お腹が、ちょっと胃がこう張るっていう感じがあって、うん、ちょっと軽いものっていうんですかね、なんかそんな感じで食べたかったもんですから、うんうん、王子ずっとそういえば調子が悪そうだけど、うん、大丈夫だろ。いや、徐々に良くなってますね。あ、ただ徐々に良くなってんのね。長いですね、治るまでが。長いですよ、うん、本当に長いんですよ、ね、若い時ならね1週間もあれば絶対治ったのが1ヶ月以上かかりますから ね、どういうことと思いますけど。あれじゃないですか、昔からあの10辛とか食べてるからじゃないですか。あ、それは、うん、それはでもあると思いますよ。もう無理しないように。あ、もうちょっと知らない方に改めてなんですけど、うん、隣にいる男ですけども、はい、ココイチの10辛を食べてた人です、うん、10辛食べてましたね。はい、店ここここ一番屋です、うんうん、カレー屋のね。店でもあれ食べてたよね。ビセンの場合だとイタリアンでしたね、うん、イタリアンってめちゃくちゃ辛い。イタリアンは通常より辛いものです。めちゃくちゃ辛いね、うん、ちゃんと台湾ラーメンなんですけどね、うん、ちゃんと色がイタリアンだもん。いやもうそれもうきっとね昔からそういうことばかりしてたからね、胃腸がね今ストライキを起こしてるんですよ。あ、まあ、内臓系が、ね、やばくなってるかもしれないですね。やっぱりしかもね、やっぱりねもうこれからはいたわっていたわって今までいじめてきた分いたわらないとダメですよ。まあそういうことでしょうね、うん、はい、ありがとうございます。カッコイさんがここ一番やって10辛が一番最高でしたっけ。ね、今ねもっと辛いの20辛ぐらいまであります。あ、そうなの、うん、15辛があってなんか20辛ぐらいまでありますよ。ただ王子それにも、ね、チャレンジしようと思わないですけど。いやいや、もうしない方がいいですよ。やめた方がいいと思います。10辛食べた時もその辛さはあるんですけど、そのカレーの味というかね、香辛料のその苦味っていうのかな、うん、なんかそういうのが強いなと思ったことがありますので。苦いと思ったんです、ね、うん、苦味、苦辛いっていうのかな、そういう感じが、ね、辛さが苦味になるんですね。なんかねそういう感じがしましたけど、今はねどういう風になってるかもわからないですけども、あまりねそのカレーを食べてるって感じがなかったですね。あ、うん、もう辛さもそこまでいくとカレーらしさがなくなるのかな、うん、私が食べた時はそんな感じでしたけど、また今改善されてね、20辛食べてもカレーの味がするかもしれないですけど、ね、うん、そこまでね15でもねちょっとねもう気が引けるっていうのかな、もうちょっとあんまり食べたくないなと思うんですけど、
うん、でもそういうの辛いのでもチャレンジされる方っていうか ねいらっしゃるから多分あのココイチもあれなんでしょう ね、うん、あのツイキャスで FMJG 新さん、はい、なんか10カラってダイヤモンドみたいですね10カラットみたいな感じ。ああそういうことです、まあ、もしかしたらこの人の場合ですと尿道結石で出てくるかもしれないですね。ああそういう可能性があります、ね、ダイヤモンドが、はい、ダイヤモンドがね、はい一番素晴らしい。あ、妻さんがココイチ行ったことないんですよねって言って、そうですね、うん、まあ沖縄本島にはあるのかな。あります、うん、ありますね、うん、いや本当にね気をつけてくださいよ、いたわってね。そうですね、はい、はい、じゃあメールお願いします。はい、ですね、こちらはですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5月2日から静岡県、山梨県に撮影に出かけていたのですが、5月5日未明に水亀座の流星群の撮影をしようと富士五湖の一つで成形写真撮影の人気スポット、これ精進湖でいいのかな、精進湖に5月4日の夕方に向かってたのですが、いつもながら水際に車が数台は止まっているはずですがゼロ、前夜に撮影したの河口湖は夕方から明け方までありえないほど車が止まっていたので脳内がバグってしまい、まさかここで流星群が見れないのかって焦りましたが、冷静になり次の日の出まで粘った結果、いつもながら三脚が当たるほどにぎわう、精進湖ですが、この日のカメラマンは10名程度、しかも2時頃からガスってしまい、ほとんどの人は撤退。ああ、こう、うん、雲っていうかね、うん、霧が出ちゃったってことかな。でいつもだったらもっとにぎわうのにってことでしょうね、うん、3時過ぎに空が明るくなるほどの、ね、火球っていうの、火の玉、あ、火の玉か、火の玉を取りました。ちなみに王子は漫画のように目から星が出るほどの美人を見たことがありますか。まずですね、小事故ですね。そうですね、小私も今んって思って、はい、小事故です、小事故です、はい、はい、失礼しました。あ、小、そう、小事故って読みます、ね、小事故ですね、はい、はい、で王子、漫画のように目から、うん、星が出るほどの美人を見たことがありますか。いや、そこまではないですよね。昔本当に頭にポコーンってね、なんていうのかな、うん、木の杭がありましたね、そのちょうどね、そこに、うん、立ち上がった時にポーンって当たった時に、本当に目の前にね星が出たことありますよ。あれでも本当に星出ますよね、うん、それで出たことあるんですけど、ね、痛いと思いながら女の子星出てるみたいなそんな感じになりましたけど、うん、女性でですね美人の方を見るって星が出たことないですね。ハートマークは出ますけどね、いつもね、王子滑ってます、うん、なんか奥の目の奥の方にすごいハートマーク、ハートマーク、ハートマーク出ちゃったよね王子、うん、滑ってます。普通そうじゃないかな、ね、うん、ちょっとそういう風でね、なんていうの、オイル系チックに見ちゃいますけどね。もう、うん、終わりです。もう沖縄大好きさんも王子滑ってますっていう、滑ってるの。あのね、スプリームさんが読みにくいメールですいませんって謝ってらっしゃいます。いやいや、違うんですよ、漢字が読めないだけですよ、漢字が読めないだけですよ。そうだね、ちょ、この写真も、そうですね、写真、これ写真を、流星群なのかなこれね。あ、火の玉だ。あ、火の玉のツイキャスでご覧の皆さんには見えるかなと思いますけれどもね、すごいキューキューってこうね、流れ星のような感じに出てるのが火の玉、うん、っていうことなんでしょうね。すごい、本当にそんな風になるんですね、うん、王子もこの火の玉の上にね乗っかりたいなっていうぐらいですね。王子滑ってます。どういうことなんだろう。いや、これぐらいこうスターと一緒じゃないですか。王子滑ってます。はい、じゃあ CM 行きますかね。はい、はい、CM の後は、はい、名古屋栄養コーナーですけれども、はい、連絡事項があります。はい、はい、そして新 CM です。はい。キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。
KG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミは客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置、運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせはリーグラッドで検索。名古屋は栄養コーナーですけれどもね、はい、まあ、ね、新しい CM、 CM なんですけども、うん、はい、あのまずですね、はい、名古屋さん、はい、名古屋さんの代表であります小池さんなんですけど、はい、小池さんがナレーションでやっていただきました、うん、そうね、本当ね、うん、小池さんにあの味噌煮込みスキーもだあの何、うん、今ね、すごい CM 聞いてて、うん、めちゃくちゃタイムリーだなと思って、施術してもらった方がいいんじゃないかなと、治らなかったら本当にちょっとね、まだ今朝の話なんであれなんですけども、うん、本当にちょっと長引くようなら名古屋さんに本当に行こうと思いました、うん、っていうぐらいタイムリーな CM でしたね、うん、そうなんですよ、でまあ施術してもらったらっていうことと、うん、あとあの D グラッドさんの CM も今流れたんですけども、はい、うん、実はですねこのナレーションは、うん、あの以前にも電話ゲストにご出演いただきました、はい、岐阜ちゃんというあの岐阜県で放送、はい、岐阜県の県放送の岐阜ちゃんで、はい、毎週日曜日18時から放送中の番組、うん、むすびイズムの MC をされています郷めぐみさんの音声になっています、はい、ねえ、はい、はい、そうだね、うん、いいですね、いい、そう、うん、なんかいい感じでね、ネグタンのいい感じの CM で、そうなんです、はい、本当にナレーションの方ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。それでですね、うん、名古屋は栄養で焦ったですか、うん、名古屋は栄養で焦ったね。まあ焦ったことって何がありますか。でもさっきねみそちゃんも言いましたようにね、うん、焦ること結構多いですよね。その時間的なことがね、うん、多いですけども、うんうん、やっぱり渋滞しててこの時間にね、うん、間に合うかどうかなっていう時はね、やっぱり焦りますよね、どうしてもね、うんうん、で少しでも早くとかね思うんですけど、どうしても、うん、その時間に間に合わないってなると、うん、もう、ね、焦るはドキドキするわじゃないですけどね、うんうん、まあ、そういう時なんかが一番、ね、身近で多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、つい最近ですと、まあ、1ヶ月約1ヶ月前1ヶ月弱か、うんうん、東京行きのあの件ですね、はいはい、うん、あれも焦りましたよね、うん、本当に、うん、あの名古屋駅を ねありえないスピードで乗り換えをした、お願いしてたタクシーが来ないっていうあれは本当に最近な焦りでしたね、最近ですよね、うんうん、あれは私新幹線、まあ、階段何度か登ったことあるんですけど、うんうんうん、あんなスピードで上がったことないですし、うん、で坂っていうか階段、うん、結構きついんだなと思いましたし、うんうん、普段ね、うん、ゆっくり登ってるからあんまり感じてないんですよね。いや、なんかすごく高くそびえるような感じがして、うん、きついなと思いましたね、うん、だからやっぱりあれなんだね、よく言う、うん、火事場のクソ力じゃないですけど、うん、まあ、そういうふうにこう力が発揮できるっていうのかな、うん、まあ、そういうことがあるんでしょうね、やっぱり、うんうん、なんとかね間に合わせて、ね、電車乗りたいっていうようなね、うんうん、もうなんか膝悪いの忘れてましたからね私ね、うん、そう、うん、本当にそうだよね、そういう時ってねこう痛さを忘れて、うん、ね、
うん、行っちゃうとかね、うんうん、多分そういうのってあるんでしょうね。人間って偉いもんだなと思いますね、うん、そうそう、本当にそうですよ、うん、はい、はいはい、ということでね、はい、名古屋は栄養コーナー、新しい CM と焦ったお話でした。ダンサーズが走ったっていう。はい、はい、はい、さんが名古屋栄養身近、しかも名古屋の良さじゃないって、まあ、でも間に合ったから良かったなっていう名古屋駅の出来事、名古屋は栄養ってさ、でも名古屋駅の出来事でしたから無理やりだな強引ですそう、はい、昔そう、うん、最初名古屋栄養コーナーって名古屋のこうなんていうの、名古屋とか、まあ、東海三県の魅力をお伝えするっていうところになってますんだけどもね、ただちゃんとね名古屋栄養コーナーで取り上げた理由っていうのは、うん、そのナレーションが郷めぐみさんということで、うんうん、あのギフちゃんの、ね、あのラジオのパーソナリティさんだよっていうところが、うん、あのね、まあそうですね、さりげなく、うん、この東海三県のいいところをお伝えするコーナーにはめてるっていう、うんうん、伝わらない、うん、伝わりにくい、ね、そうそう、で最近だとこのね、あの、うん、名古屋栄養コーナーのこのテーマに沿ってでね、あとこう名古屋に、関わるような話をしてますので、うんうん、だからそれなかなか探すのも難しい時がございますよね、うん、で今回のこの焦る、ね、焦ったなんかだと、うんうん、名古屋がどういうふうに焦るのかなっていうね、うん、ちょっと考えちゃう時がありますけども、そういうことでございますねまあね、いろいろなね、こう方向性からこのコーナーがそう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 、ね、そういろんな各方面からはい、じゃあメールいきますね、はい、あ、ちょっとこれはまたお名前がございませんが、はい、みそさん、ダンサーさん、王子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。恥ずかしい話、子供の頃から便秘はなく腹下しが多い私、ストレス性の下痢ばかりなので、バスで移動すると急にお腹がゴロゴロ始まると途中下車をしてトイレがある場所を探します。たまにコンビニのトイレを借りたはいいけど紙がない。普通の人なら焦りますが、私はバスを降りてトイレを探すまでが焦ります。コンビニのトイレならスマホでコンビニと店名を検索して電話をかけて、女子トイレに紙を持ってきてと頼み、少しだけドアを開けて受け取ると鍵をかけます。車での移動の時もスマホと財布は持ってトイレに駆け込めば大丈夫です。これが焦りすぎてピンチをチャンスにです、ということで。おー、え、私思ったんですけど、この女子トイレに紙を持ってきてって頼んで誰かが持ってきてくれるってことですか、店員さん。あ、そういうことか。あの、今紙ないんですけどっていうと、多分トイレから電話するとか。ああ、そういうことね。なるほど。だと思うんですけど、私誰が持ってくるのかなってすごい謎だったんですけど、だからちょっとこう開けて隙間からもらってっていう、多分そういうことだと思うんですけど。だから、あのトイレ、お手洗いにそのスマホを持ってくっていう意味なんですね。で今そこの自分のいるあのこの店舗を検索して、あ、電話して、なるほど、今トイレにいるんだけど、紙がないんですみたいな、来てくださいっていう。あ、多分そういうパターンだと思うんですけど。なるほど、そういうことか。私すごいメールをなんかずっと3回くらい読んで、どうしても分からなくて、どういうことなんだろうってずっと思ってたんですけど、分かりました、合点がいきました。多分、うん、多分そういうことじゃないかなと思うんですけど。そうか、うん、そうやって助けを求めるという、うん、多分そういうことでしょうね。まあ、でも最近あんまりトイレ紙ついてることが多いですけどね。そうそう、うん、で特にそういうコンビニなんかはあの、ね、よくあのお掃除やったりとかそういう点検、ね、チェック用みたいなのから、うん、あんまり紙切らしてることってほとんど最近ないですけどね、うん、あのやっぱり公園なんかのトイレは、ね、ないことは多いと思うんですけど。あ、なるほどなるほど。そうか、そうですね、うん、でもいろんなところでお腹が痛くなって
っていうと、受下車して行かなきゃいけないぐらいだから、やっぱり大変ですね。そうですよね。そう、もうそう、確かにトイレを選んでる場合じゃないってことですよね。まずあったら入るってことですもんね。なるほど、なるほど。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、王子みそさん、ダンサーさん、こんばんは、アンツバーです。はい、ありがとうございます。2017年6月17日に、豊見城市の、豊崎チュラサンビーチで開催予定だった AKB 総選挙、渡辺真由卒業するんだろうなと思ってたら、自分は初めて総選挙を見るたびにチケットを購入しましたが、前日朝の飛行機で行くため空港に搭乗手続きしに行き帰宅、テレビを見たらAKB 総選挙サンビーチでの開催中止と字幕が出て焦りましたね。あら、どうして、あとは3年前、1泊2日で本島に行き、朝一の飛行機で地元に帰る予定が、目が覚めたら飛行機が飛んだ10分後で、どうしようと思った瞬間、狩俣凛太郎アナウンサーの顔が浮かび、冷静になった自分。予約センターに電話し、午後の飛行機に変更してもらいました。そして去年のラジオ祭りの時も空港に行ったら飛行機が、遅延で、終わったと思いましたが、2時間遅れで、タイムズビルに着き、和江さんの料理を食べれて安心しましたということでございます。そうだよね、飛行機とかってね、うん、遅れたりとかね、すると、まあ、自分がね、行きも帰りもそうですよね、飛ばないとかさ、遅れますよとかになったらね、焦りますもんね、本当に。なんかやっぱり陸続きだといいんですけど、うん、やっぱ飛行機っていうのはね、うん、次がすぐに来ないからやっぱり焦りますよね。焦りますよね、本当に ね、だからね、あつばさん離島だから本当に、うん、ね、うん、もう一つ逃したら大変ですもんね。そうですよね、うん、だからこれ本当にね、いや終わったと思うよ ね、そう、ラジオ祭りの時もそう、うん、そういえばそうでしたね。でもまあ和江さんで、ね、うん、料理が食べれてよかったですね。よかったよかった、はい、うん、だからやっぱり、うん、やっぱりこういう、乗り物系っていうのがね、うんうん、やっぱりこう焦る、ことが多いんじゃないかなとはね、うん、まあ、身近で起きることが多そうですもんね、やっぱりね。ね、うん、あのヤンポーさん の小学校の時に朝ドラおしんを見て普通に学校に登校しました。焦る必要はない、マイペースマイペースですって言ってるんですけど、これ朝ドラの時間って8時ですよね、うん、8時15分に終わりますよね、うんうん、それで登校ですよね、うん、あ、違うんですよ、おしんがやってた頃は8時15分からなんですよ。え、じゃあ間に合ってないじゃないですか、うん、8時15分から8時半なんですよ、うん、昔はその時間、うんうん、でちょっと前から8時からになったんです。え、そしたら必ずそれを得じゃないですか、どう考えても、うん、今日もあれなの、おしん見たのっていうような先生に言われてそうですみたいな。すごいな、ね、本当にマイペースですよこれ、ね、おしん見ないとお家出れませんからっていうね、そういうパターンですよね、まあ、すごい、もういや逆に焦ることはないっていうよりもう何でしょうね、確信犯で言ってますよ、もう、うん、もうここまで来たら確かに焦らないですね、うん、ね、私は本当に朝ドラ見ないとね、お家から出れませんっていう、もうそういう心構えでいらっしゃるのかな、うん、ね、もう先生ももう分かってるんじゃない、ね、うん、朝ドラ見てから来るねみたいな、そうそう、星見てから来るねみたいな、先生も本当は見たいんだけどみたいな、うん、ね、ね、あ、でも私今日朝ドラ見ましたよ、あ、そうトラとスマサ、もう見ましたけど、最近全然見てないですね。いや、いいですよね、何リモートのお仕事の人はね、あれ、いや、ね、今日はたまたまリモートですね。でも、うん、移動中でも見ようと思えば見れますよ。そうですか、うん、見れます、あれ朝ドラってあれじゃないの、 車のテレビですか、いや、NHK プラスでスマホで見れます。あ、スマホで見るってことね、はい、なるほど、今はね、そういうことができるぐらい便利になりましたよね、はい、でも朝ドラって違う時間帯にまたやってるんですよね。あ、やってます、うん、やってます、ね、やってます、やってます、朝見れない方のため昼にお昼にね、今ね、昼はチュラさんやってるんですよね。ああ、12時半でしたっけ、12時半からやってます、うん、今のじゃなくてこう古いのもずっとやってくれるっていうあれですか。いや、なんかね、アンコール放送みたいな感じでやってますよ、うん、ね、うん、再放送っていう、うん、アンコール放送っていう、うん、やり方してます、ね、あ、そうです、うん、あ、で、
松本さんが3月にリアルベンビーズキッチンに行った翌日も出発20分前に飛行機が欠航して笑いましたって。あらあら、ああなんか結構そんな直前に欠航したりするんですね。結構焦りますね。で、みぐれさんがね、マレーシア地方空港で機材故障で4時間待ち、あ、待たされた時はマジで焦りましたよ。乗り継ぎあったのにって。ああ、そうだね。乗り継ぎがあると本当に焦りますよ ね、うん、それはきついです ね、 ね、4時間待ってるの大変だけどね、本当に乗り継ぎの時間が ね、 ねありますもん ね。 ね、前私沖縄で離島便に乗り継ぐときに遅れて、その時、うん、多分インフォメーションがしてあったんで、なんか走った覚えがあります、那覇空港で。うん、ああ、うん、そうそう、うん、あれ多分同じ飛行機会社だとそういう風にしてくれるのかな。うん、焦った、あの乗り換えで焦ったことありますよ。ありますよね、なんか、うん、そう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 、で待ってくれてたんです、思い出した、待ってくれてたんですよ離島便が。うん、あ、そう、宮古かな、うん、石垣忘れちゃったんですけどね、待ってくれてました。その代わり、うん、そのなんかもう連れられて行ったような覚えがあります、こっちですみたいな感じで引っ張られてっちゃうのね。でもまあね、同じそういう風に、ね、あのところだと荷物もそのまま行きますしね、まあ、何かと便利ですけれどもね、結構今なんか朝ドラの話が、うん、あ、今ね、そうなんか、はい、カープボーイさんもね、あのチュラさんの再放送って沖縄だけじゃなかったんだ、うんうん、それやるんだったら琉球の風もやってほしいなって、うんうん、大河ドラマもう一回あれ見たい、はいはいはい、いや見たいです、私も琉球の風、うんうん、今なんかじっくり見てみたいなと思いますね、うんうん、そう、チュラさんもう国中旅行は若いなと思いました若い、ね、それを言っちゃダメよみたいな。宮田敷さんも僕も見ましたって言ってますしね。ああ、そっか、朝ドラ夜も見れるし土曜日もまとめてやってるって。 ES11 で朝ドラ放送してますよって、うん、でヤンポーさんも NHK オンデマンドで今までの朝ドラが見れますって。ああ、そうですよね、オンデマンドで見るっていうのもありますね、うんうん、いや結構でも見てるんですね皆さんね、うんうん、見てますよね、見てますよね。だとですね、イミグレさん、間に合わなかったのでクアラルンプールで一泊しましたわ、翌日帰国便に強引にアサインしてもらって。いや、もう分かります、分かります、うん、私もあのインドネシアバリ島で 大変な目に遭いましたから、うんうん、大変な目に遭ったんですよ。出発時間になっても飛行機が来なくて、うん、で遅延です遅延ですと、うん、でこれたまたま夜中の飛行機で、はい、2時、午前2時とかそれぐらいの時間だったんですけど、うん、2時か3時、3時か4時、4時か5時とどんどん伸びていって、うんうん、結局欠航になったんですよ、はいはい、で、ホテルを用意してもらったんですよ、ね、うんうん、航空会社から、うん、でそこで待たされて、で夕方ぐらいに出発という、はいはい、しんどかったですよ。じゃあそれまではあの空港でこう待ってるの状態、うん、ホテルで、あ、ホテルで待機、うん、ホテルで待機、あ、待機、そんな状態です、はいはい、それも大変ですよね。あつぼさんね、2021年のオリンピック1週間前の時も台風で島に帰れず8泊9日した時はホテル通るして大変だったって。8泊9日どういうこと、すごい、ありましたねそういう時も、うん、それが本当に大変だもんね、またね、ホテルもね。FGG 新地さんが一度函館に行く時に羽田で乗り換えだったんですが、超全速力で走って乗り換えた覚えがありますって。やっぱりあの時は超全速力ができるんですよ、やっぱりこういう時は。そうなんだよね。でカープボーイさんも西武先月祭りた時に石垣空港でナイフ持ったまま飛行機乗り込んだやつがいて、ありましたね。ああ、保安一回通ったのにまた出てからやり直しっていう1時間遅れたっていうのがありましたって、うん、はい、はい、ということでいろいろエピソードがありますが、はい、エンディングです、はい、はい、エンディングです、はい、来週のテーマはカメラ、来週のテーマはカメラです。高価なカメラを持っている、いつも使い捨てカメラを持参していたなど、カメラエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は
税理士法人ベスタックス。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。個人スポンサーさんです、グランレーナさん。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。アートワークウェブサイト FMJG。 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやすと軽食の店夢屋。タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ。ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド。個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん。こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。来週のテーマがカメラですね、うん、カメラだ ね、なんか一周早く出ちゃったね。出してしまう。来週もお聞きください。閉店ガラングラー。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あんつまさん、あの怪獣じゃなくて、あ、ガメラじゃなくてカメラですよそうだね、カメラだよ。はい、うん、激写してほしいな。激写してほしいなおだまり腰痛治ってほしいなはい、また来週ね。来週ありがとうございました。おだまり。